頑張らない人が成功するはい、こんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音できるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してますはい、ということであなたは頑張りすぎていませんか毎日毎日一生懸命やりすぎてちょっと疲れていませんか以前の俺がそうでした 頑張っっってててて努力しし一生懸命にやって燃え尽きてしまったんですどうも日本人っていうのは A 型気質で勤勉で真面目ということで頼まれたことを断れないということで周りの期待に応えるためについ一生懸命頑張ってしまう。 とということでねやっぱ先進諸国の中でもうつ病になる人が多いと言われています。もちろん努力すること頑張ることは成長するためにそして結果を出すためには大切なことです。でも方向性を間違えれば危険です。 頑張れば頑張るほどストレスがたまって苦しくなって疲れてしまって自分の力を発揮できずに結果が出ずにそしてうつ病になってしまう不幸になってしまうそんなことがあるんですだから今日は「こんな頑張りは今すぐやめてしまえ」という3つのタイプを紹介させていただきます。 はい、ということで、普段このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きる、そして本音を選択して生きるためのライフスキル、考え方を紹介しています。良、えー、ければ、えー、チャンネル登録ボタンをポチッて押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも毎日配信してますので、えー、概要欄からつながってください,、はい。ということで、こんな頑張りは今すぐやめましょう。3つのタイプ。はい、1、恐怖型。2、 努力型3。建前型。1。恐怖型ですよね。えっ、ー、と数字を出さなければクビになる。これをやらないと怒られる居場所がなくなる。認められなければ自分の価値がないんだというように恐れによって行動してしまう。頑張っているケースです。はい、これはね。 何やろ自分の外側に喜びとか幸せとかがありそれを得ないとそれを手に入れないと自分は満たされないっていう思考ですよね。その考え方をしている限り 絶対満たされないですよねで外側のそういう報酬とか承認っていうのは、えっと、自分にはコントロールできないですよね。どれだけ頑張ってもどれだけ努力しても他人が褒めてくれるか認めてくれるのかっていうのは分からないんで,ですよ。だから自分がコントロールできないことに意識を置いたり時間を使ったりエネルギーを。 エネルギーをね、あのー、投資してしまうとどんどん自分が疲れていくで頑張っても結果が出ないっていう無力感が募っていくんですよそうなれば、はあ自分なんてダメなんだやっても無理なんだってなってどんどん自信がなくなり自己肯定感がなくなり自分のことが嫌いになって挑戦しなくなりそしてうつ病になってしまうんですだから 恐怖何か外側のものを手に入れるために頑張るとかその恐れ恐れを解消するために不安を不安を取り除くためだけに頑張るってなると疲れててししままってエネルギーが枯渇しちゃいますだから大事なことはあれやりたいこれやりたいこうなりたいああなりたいっていう自分の興味とか関心そして好奇心であったりワクワクするということを軸にして 行動したり努力したたりり努力頑張ることそうすると外側からね褒められなくても認められなくても結果が出なくても自分の内側からグングングンってエネルギーが湧いてくるので枯渇することはありません燃え尽きることなく今やってることに集中できてそして自分の最高の力を表現できるということです。はい、これが一つつ目つ目二、はい ですね。努力タイプの頑張り。これは今すぐやめましょう。ということです。えっ、ー、とね。何かをやるときにこれをやらなければならないって言って、自分のやる気ボタンにスイッチを入れる。そうしないと頑張れないタイプです。はい、もちろん努力すること。そして一生懸命やることっていうのは何度も言いますけど、大事なことなんですけども、うん、それをやる,やるごとにやらなければって、自分にスイッチを入れていると疲れちゃうんですよ。 だからね、努力タイプじゃなくて、夢中タイプの頑張り、これが理想です。えー、何やろうね、もう例えれば、もう小学生が滑り台滑るときの感覚ですよ。もう滑り台滑るときに、もう絶対滑り台を滑らなければ、絶対滑り台を滑る、滑るんだ滑るんだって、アファメーションして何度も言い聞かせて滑ることってないじゃないですか。もうなんかスイッチ入れなくても、勝手に滑り台から滑ってるっていう感じでしょ。そうしてそんなことやってたらいつの間にかもう夕方になって暗くなってるって、何時間やっても疲れない。 どれだけやってもあの苦しくないっていう状態ですよね。こういう夢中状態、いわゆる、えー、ゾーンとか、えー、なんやろ、フロー状態って言われる状態なんですけど、その状態で頑張ることができたら、なんやろ、最高のパフォーマンスもちろん発揮できるし、どんだけやってもつかないし、ストレスがたまらないんですよ。スイッチなんか入れる必要ないんですよ。勝手に入ってるんですよ。だから、やっぱりね、努力は夢中に勝てない。 うん、だから僕もね、そのこれ毎日 YouTube 配信してたり、ラジオも配信して、Twitter、インスタ、ブログっていうのも毎日投稿してるんですけど、これね、よく言われるんですけど、よう、そんなん続けられるなって、頑張ってるなって言われるんですけど、いや頑張ってる気、全くないんですよねあの。だって自分にとっては苦痛じゃないんで、もう滑り台滑ってる感じですよ。あの全然しんどくないんで、頑張ってる感じじゃなくて、まあ、なんか勝手にやってるっていう感じですね、もうやりたいからやってるっていう感じ、だから全然疲れへん、ね、疲れないからずっと続けられんですよ。 だ続けることができるからそれは成長することができてスキルや能力を身につけることができそして結果に結びつきやすいってことなんですよねだから努力をしてる頑張りとかやる気にスイッチを入れなければならないそんな頑張りはももしししかかたたらやめた方がいいかもしれません最後3つ目です。これがねまあ僕のメインテーマなんですけどまあ建前型の 頑張りです、はいえー、なんかなんとなくやってるとかみんながやってるからとかね、えー、世間体とかなんやろ周りと同じことをしなければならないとか周りを合わせてとかなんとなくやってるっていう頑張りこんな頑張りはやめた方がいいかもしれないです。えー、これ研究成果でもあるんですけど、えー、物事っていうのは自分で選んで自分で決めたことちゃんとこういう目的があるからやってるんだってその理由が明確であること。 えー、あ,る時あることをやっているときにやっぱりねあの長続きしたりとか自分の力を発揮できるという風に言われているんですよね。そうじゃなくて誰かに言われたこととかなんとなくやってる、ぼんやりやってるってことやったら自分の力が出せずに苦しいことに耐えられないんですよね。で、やめてしまうって長続きしないんですよね。やっぱりね、えー、やっぱ結果を出すためには続けることが大事なんですよね。パッてやって結果を出すこともちろんありますけどほんまに少ないです。だから何回も何回もやり続けて試行錯誤してああでも こうでもないって考えてトライしてそしてその中で、えー、結果が出たりとかあの自分に合うぴったりの方法が見つかったりとかするんですよねそのためには長く続けることが大事なんですよ長く続けるためにはえー、っと自分で選んで自分で決めるこれをやることでこういう世界に行きたいんだっていうワクワクを持ってやるっていうことの方が長続きするんですよやらなければならないことそれがやりたいことに変わるだから頑張れる建前型の人はやりたいって始めたことでも やらなければに変わってくるんですよ、ね、趣味で始めた英語いや趣味で始めたカメラもやり続けていくうちにやらなければならないになってしまっていつの間にか嫌いになってしまうということなんですだから、えー、本,音のタイプ本音タイプで頑張る自分の本音とつながって自分で選んで自分で決めるということそうすれば何やろう自分が 決めたことだからやらなければならないいろんな苦しいこともやりたいことに代わって継続することができるということなんです。はいということで今日は「こんな頑張りは今すぐやめてしまえ」という3つのタイプを紹介させていただきました。 はい、まず1つは恐怖型の頑張りですね恐怖型の頑張りっていうのはその外側の、えー、恐怖型っていうのは何やったっけあそうやなやらなければ怒られるとかねこれをやらなければ、えー、っと居場所がなくなる僕の価値がないんだ役に立たない存在なんだって思ってしまう頑張りですよねそうなるとやっぱエネルギーが枯渇しますですのでこういうワクワクこうう希望型のね頑張りに変えるってことですね自分のの内側かからのやりたいとか こう,なこういうふうにありたいっていう興味とか関心に火をつけた頑張りであればエネルギーは無限です。はい、でもう一つ、これですね、2つ目え、努力タイプの、えー、頑張りです。いちいちやる前になんかスイッチを入れなきゃならない。そんな頑張りはもしかしたら本当にやりたいことではないかもしれない。で、でやっぱりね、努力は夢中に勝てないということなんで、本当にね、心からどれだけやっても疲れないことって、 あると思うんですね何時間やっても疲れない。で、周りの人から、よう頑張ってるなって言われるけど、自分からしたら、いや、頑張ってる感じせえへんなって思うようなこと、そういうことに対してエネルギーを注ぐことが大事なんじゃないですかっていうことです。で、3つ目は、建前型の頑張り。これ、なんとなくやってるとか、みんながやってるからやってるんだって、そんな頑張りでは、今すぐやめましょう。そうじゃなくて、自分で選んで、自分で決めるという、まあ、本音、自分の本音とつながって、 で、ちゃんとそれを選択した頑張りであれば長続きして成長できて結果にも結びつきやすいんじゃないかなと思ってます。はい、ということでね頑張ることは悪いことではないんですけど方向性を恐怖型努力型、えー、建前型になってしまうとなってしまうと自分が苦しくなってうつ病になってしまって自分の力が発揮できず毎日が楽しくなくなっちゃう。 僕がそうやったんですけどそうなってしまうので、えー、ワクワクに従って 夢中になれるることをやるそして自分の本音で自分で決めるということこれがとても大事なのかなと思っています。はいということで少しでも参考になったな勉強になったなお価ちそしてマックス頑張れという方はいいねボタン高評価ボタンを押していただいたら嬉しいです。はいということでこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きる本音を選択して生きるための考え方や行動習慣を全力で、えー、と出し惜しみなく 紹介しています、えー。もし興味があればチャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら最新動画を見逃さないのでお願いします。そしてチャンネル登録ボタンをポチって押していただいた方はそのチャンネル登録ボタンの横にね鈴のマークがあると思うんですけどそれをポチって押してもらったら、えー、僕が、えー、配信したら、えー、通知が行くと思うのでそれもポチって押してもらえたら嬉しいです。ジエンド。それではまた会いましょう。See you.